どうも、YouTube ご覧さん、ジゴサンキーチャンネルです。去年、北国での1年目の生活、まあ北国ならではの費用としていくらかかったかっていうのが大体ね、計算できたんで、今日はそれを完全にまとめようと思います。私が住んでるのはね、青森県の七戸町というところで、比較的雪は降るでもなく降らないでもない、まあ割と雪の量としては真ん中ぐらい、中途半端な位置にもあるんですが、それでもかかった費用結構あります。今から、見ていこうと思います。ではね、私の方でかかった費用、スプレッドシートでまとめたんで、それを見ていこうと思います。まずね、分類は、生活にかかった費用、まあ、いわゆる日常生活、あとは、まあ、大体ね、地方、まあ、北国は大体ほぼ地方なんで、まあ、車必須だという前提で、車で追加でかかった費用、そして衣服、まあ、防寒対策かな、主に。この3つのね、分類で見ていきます。で、必要度っていうのを作っていて、で、必要度は、まずこの指標について説明しようと思うんだけど、必要度 A、B、C、3つあります。A は必須。全員必須、必要っていうものです。これはないと生活できないっていうレベルのもの。B に関しては、あった方が便利だけど別になくてもいい。で、C、不要ってしてるんだけど、C に関しては、まあ、一応こっちに来ていろいろね、なんだろう、わかんなくて買っちゃったけど、今考えればいらなかったなっていうものも、一応入れてます。まあ、失敗談というか、まあ、なくてもいらないものも買っちまったなっていうのも入れて、話そうと思います。まず、生活。必要度 A から見ていきます。まずはね、暖房用の灯油台。で、大体だけど、この辺りの、まあ、暖房設備は、北国、もっと、まあ、北東北と言われてる、今、青森県に住んでるんで、ほぼね、暖房は灯油でやります。まあ、電気でやる場合もあるんだけど、電気の場合多分もっとかかる。電気はもっとね、お金がかかるんだけど、灯油代、5ヶ月ってしてるのは、これ1年間で大体かかる費用どれぐらいかなと思って。で、多分ね、5ヶ月ぐらいは、暖房かけなきゃいけない。ということで、5ヶ月で1ヶ月あたりかかった金額は、6000円でした。で、これ私は、単身、で、在宅ワーカーなんで、ほぼ家にいます。だから、もしかしたら単身で外に出る生活が多い人は、こんなにいかないと思う。6000円っていう風にして自分は見てるけど、まあ、見てるというか、実際ね、実績ベースで6000円。まあ、今年多分高いから、もっといくかもしれない。7000円とかになるかもしれないんだけど、それをね、5ヶ月分、まあ大体年間その一つの冬のシーズンで通すと、3万円。これは必須です。これないと死ぬんで。寒さで死ぬんで、まず必須。で、次は電気代。これもね、5ヶ月分。で、なんで電気代が登場するかっていうと、これ7500円なんだけど、1ヶ月あたり1500円として、見てます。で、これ実際にそれぐらい増えてるんで、それベースで計算してるんだけど、冬にかかる電気って何って思うかもしれないんだけど、その FF 式ストーブっていうのを今うちは使ってて、で、このストーブはね、電気制御です。だから、このストーブは、灯油を燃料として、熱は出してるんだけど、制御自体は電気でやってるんで、で、これがね、ほぼつけっぱなしでいると、一月あたりに、だいたいね、1500円くらいかかります。なんで、これはまあ、これも在宅ワークっていう、まあ、自分は特殊な事情かもしれないけど、それだと、それだけで、1500円の、まあ、年間通して7500円。次。次も必須、雪かきの道具。で、これは、その家の前とかにある雪を、こう、よいしょ、よいしょって、こう、やんなきゃいけないんだよね。で、これはまあ、だいたいね、1200円くらい。まあ、そんなにはしないかな。で、うちの場合だとね、大家さんが、メインの雪かきをやってくれてるから、その家の本当の周りの近くをちょっとやるだけで済んでて。まあ、これはどうだろうな。人によって若干違うかもしれないけど、最低限必要なのはこの1200円の、なんか雪かきのこういうシャッシャッってやるやつがある。それだけです。で、次。ここは必要度 B。今までね、私ずっと家の中では裸足でする、暮らすことができたんだけど、こっちに来て、暖房がかかってないエリアとか、朝方は、寒くて足の裏痛いです。ということで、サンダルを買いました。室内サンダル、これ3000円。まあ、3000円はちょっと高いサンダルかもしれないけど、まあ、これはちょっと人によって、まあ、上下すると思う。まあ、なくても多分いけると言えばいけるのかなというふうに、思います。そして次、北海道 B。まあ、北海道も、まあ、なくても多分いいと思う。ただ、でもあった方がいいものではあると思います。ごくたまにむちゃくちゃ寒い日が来たり、あとは外に出る時間が長い日とかっていうのがあったりすると思うんで、そういう時に、春北海道とかね、春と全然違う。これ本当に違うんで、うん、まあ、これはあった方がいいもの、まあ、だから必要としては B レベルだね。なくてもまあなんとかなると思う。次なんで、まあ次じゃないか。一旦ここで衣服で仕切ると、衣服じゃない、すいません。生活で仕切ると、生活だけで42,100円、使いました。まあ、使いましたというか、使いますか。これに関してはちょっと一部、年間でかかる費用があるから、現時点で使ってるわけじゃないんだけど、多分1年のこの最初の冬では、42,000円ぐらい、使うんじゃないかというふうに計算しています。次、車。スタッドレスタイヤ、45,000円。
これ必要度はもう A、絶対必要。これないと、車に乗れなくなるんで、これは必須です。まあ、スタッドレスタイヤも今買ったのが一番いいやつ、ブリザック3と言われているやつで、それ一番いいやつを、まあ、とりあえず、まあまあ安く買えて4万5000円でした。で、これはもっと安いタイヤとかを買おうとすると、3万とかでもいけるのかな。あとこれ車の車種にもよって、でかい車乗ってて、でかいタイヤがついてるとこだともっと高い。軽自動車だったらもっと安くなります。なんで自分の場合は乗ってるのが、ヤリス。トヨタのヤリスという、まあ、コンパクトカー。比較的タイヤちっちゃいです。なんでまあ4万5000円で済んでいる。だからこれ必須。で、雪用のワイパー。これも必須。これもないと、ワイパー折れるらしいんで、これ必須です。で、ちなみに自分は、フロントだけです。買ったの。フロントのワイパー2本買って4000円で、バックの方にも付いてんだけど、これはね、なくてもいいっていうふうに聞きました。あっても、まあ、なくても、まあ、なんとかなるかなっていう、そういうふうに聞いたんで、まあ、じゃあいいやと思って、後ろ付けてないです。まあ、もしかしたら人によっては付けてると思う。次、ガソリン代5ヶ月。で、なんでここでガソリン代出てきたかっていうと、雪道になって、スタッドレスタイヤ履くと燃費が下がります。まあ自分は大体ね、月間どうだろう、800キロ、600から800くらいしか冬は走んないんだけど、多分ね、それだけでもガソリン代が大体月500円ベースくらいかな、多分変わるんじゃないかな。で、それで5ヶ月分、まあ一冬のシーズンとして2500円。これも必須。ガソリン代はもうどうせかかるんで必須です。で、あと雪下ろし用の車ブラシ、まあスノーブラシとかいうのかな。こう雪にがね、車にもモコって乗っちゃうんで、で、これ絶対必要。これもないと暮らせないんで、雪下ろさなきゃいけない。ということで、スノーブラシ、これも必須ということで、買いました。次はね、脱出用の敷物、600円。まあ、これは、まあ、B ってしてるのはなくてもいいんだけど、まあ、これも、まあ、必須っていう人もいるんだけど、雪道に車はまっちゃって出られない時に、タイヤの下にこう、かませるために、敷くやつがあります。一応それね、300円のやつ2枚買いました。なので600円。まあ、これ安いから、まあ、大した額じゃないんだけど、まあまあ買ったっていうのと、で、ここで出てくる大きいのは、四駆の車、必要度 B、20万円。で、ここで20万円ってしたことに関しては、普通の、例えばヤリスのノーマルタイプ、自分が乗ってるのは FF って言って全輪駆動タイプなんだけど、まあ 4WD にすると大体20万ぐらい高くなります。なんで、まあ差額として20万というふうにしてます。で、これはね、結構ね、人によってかなり意見が分かれる。こっちにまあ昔から住んでる人は、まあほぼ間違いなく全員、四駆じゃないとダメだっていう言い方をする人が多い。けど、まあでも実際にこうやっていろんな人と会ってみると、人によっては別に FF でも問題ないっていう人もいます。で、これは、まあ運転の感覚とかスキルとか、まあ安全へのその、なんていうか、力の入れ方とかかなり人によって差があるんだけど、何よりもどこを走るかっていうのが多分大きくって、自分の場合はもう本当家の前から出て、メインの道路すぐ入って、で、メインの道路を通って、非常に大きなスーパーに行くと。いうな風になると、必ず除雪がしてあるんだよね。だからそういうところしか走らない。まあ、例えばね、山の方に行きたいとか、スキー場に行きたいとかってなると、結構雪深いところに行くことになって、で、そうなったら多分四駆必要になるのかなっていう気がするんだけど、まあ、ある程度除雪がされているところであれば、肉いわゆるまあ FF とか全輪駆動の車でも全然大丈夫だと思います。まあその辺のね、安全性安定性に関しては本当に人に言って言うこと違うからわかんないけど、これはオプショナル、選択にしました。 B 選択、まあ必要と言ったら B だね。なくてもいい、ただあった方がいいっていう人はかなりいるっていうものです。まあ多分なくてもいいんじゃないかなと思います。で、次、エンジンスターター。これもね、人によってこれ分かれるんだわ。エンジンスターター、まず冬の北国のこと知らない人のために簡単に説明すると、外に車は大体出してて、で、朝になるとむちゃくちゃ冷たくなってます。で、窓ガラスとか凍ってますってなると、すぐに車出せないんだよね。だから外から、エンジンスターターのボタンピッて押すと、エンジンかけて車内をこう暖気温めたりして、まあなんていうか発進するための準備をすることができます。で、これもね、結構必須だっていう人多いんだけど、自分は、買ってないです。で、なんでかっていうと、今までの経験上、本当に、その、なんだろう、暖気して、待たないと出発できない時っていうのは、例えばだけど、自分の場合だと、ね、家出て、どっか買い物行って家帰るっていうのが、ほぼ、まあ、パターンなんだけど、例えばね、外行く時に、じゃあ、まず、鍵持ってって、まず外開けて、ああ、今日車に雪めっちゃ積もってるってなったら、まずエンジンで鍵かけます。で、かけてる間に、その間もね、雪がね、てんこ盛りになってるわけ。もう、もっこもこ。もっこもこになってるから、それをブラシで片付けるのに、どうだろうなぁ、5分。で、あとは家の前のちょっとした雪の片付けとかしてて、10分。
まあ、すなわち15分くらいかかるわけよ。もし本当に車を出すのに時間かかる、ニッチもサッチも行かないとき。だから15分くらいかかるから、まあ、その間に結構ね、温まるというのが分かったんで、なんでこれは買おうかなと思ったんだけど、これは結局買ってないです。で、多分買わなくてもいいです。自分の場合。ただ、話が違うのは、多分、勤め人の人が、例えばどっかに、仕事に行く。で、大体仕事の時間って8時間から9時間ぐらいあるから、まあ、場合によってはもっと長いけど、それで家に帰ろうっていう時に、先にまたつけておくことができないと、で、多分ね、また時間かかっちゃうんだわ。自分の場合は家から出て、で、スーパーによって少しの時間で帰るってすると、そこまで車がね、冷え込むことないから、その外から先に温めとかなきゃいけないとかっていうのはないんだけど、多分、その勤務先とかって多分外からつけたいっていう人がいるんじゃないかなというふうに思います。で、大体勤務先はね、その家の前と違って、例えば家の前の掃除をしなきゃいけないみたいなことは勤務先ではないから、だから、その辺の違いかな。まあ、これは結構自分の場合、どこにも働きに行っていないというか、ほぼ在宅ゆえ、エンジンスターターはいらないかなというふうな、結論に至りました。次。瞬間開氷スプレー C400円。これはね、なくてもよかったね。最初いろいろビビって雪溶けねえ、氷溶けねえと思って買ったんだけど、まあさっき言ったような暖気、時間をかけて暖気したら全然溶けるんで、まあいいかな。あとはまあたまに外行った時すぐ出したいなって時に、ふしゃーって吹くぐらいだけど、まあ、なくてもいい。別にいらなかったかなっていう感じ。次、室内窓拭き。これはね、買ったばっかりというか、雪降ったばっかりの時に、なんかね、窓ガラス内側が曇って、これどうやってもなんか対応できないなって思ってたんだけど、ね、単純にね、ヒーターかけて、外から空気入れる方のヒーターね。室内循環じゃない方のヒーターかけたら、消えるってことが分かりました。なんでこれ使ってないです、ほとんど。なんでこれはとりあえずなんか買っちゃったけど、いらなかったもの。かな。そんな感じ。なんで私が車にかけた費用は、まあ、合計じゃない、小計っていうのか。車だけで見ると53,800円。まあこれはね、四駆の風にするのか、もしくはエンジンスターターつけるかあたりで結構変わってくると思うけど、まあ意外となんとかなったかなっていう感じかな。で、あとスタッドレスタイヤはなんかね、3年から5年ぐらい、まあ長くて5年って言ったかな、くらいでダメになるらしいんで、まあ一応今回は一括の初期費用っていう風にしてるけど、まあ見方によっては、まあ3年だとして1万5000円年間かかるっていう見方もできるけど、まあ一応一発でかかった費用としては4万5000円でした。4本ね。次、衣服。衣服もまあまあかかったんでね。まず絶対に必要なもの、重要度 A。衣服、雪靴1万円。これはね、必須。雪のね、ところで、スニーカーはね、無理です。なんで、これは必須。なんだけど、これはね、結構、これも値段のレンジがあります。で、安いやつだったらね、4、5000円かな。4000円くらいから、まあ自分が買ったやつ比較的高い方で1万円。まあもっと高いの1万5000円とか、もっとするやつはあるんだけど、まあ自分は1万円のね、雪靴を買いました。まあこれないとね、ほんとね、滑るし、水の染みとかがあるんで、まあ水っていうのはまあ要するに雪だね。があるんで、これないと生活不可能です。これ必須。まあ、ちょっと後で出てくる長靴っていうのがあったらこっちでいけるっていう説もあるんだけど、まあちょっと一旦ここ置いときます。で、次、ダウンジャケット。私が買ったのは4万2000円。これはまあ、必要性はまあ B。必要度 B にしてるんだけど、これはね、多分ね、人によっては A でもいいかなって思う。今まで私静岡県に住んでて、ダウンジャケットは、持ってました。で、ダウンジャケット持ってたんだけど、そのね、ダウンだと、ね、寒さがね、もう無理、耐えられない。ちょっとした、もこもこ、まあまあ、あったけえな、みたいなダウンは、0度くらいまではいいんだけどね、マイナス5度とか6度になると、さすがに戦えないってことが分かりました。なんで私は、この北東北の寒さに打ち勝つために、ノースフェイスという、まあ、有名ブランドだね。そこの、まあ結構いいダウンジャケット。まあその中でもディスカウント、もともとの定価6万のやつを、まあ安く買えて4万2000円だったんだけど、ゴアテックの、ゴアテックスっていうのか、水も弾くみたいな、そういうすごくいいやつを買いました。で、これもね、かなりレンジある。で、自分買ったのは4万2000円だけど、例えばだけど、ワークマン、まあ、最近なんかいろんなオシャレで機能もいいってことで出してるやつは、であれば多分ね、4000円から5000円で買える。ワークマンだったら。ただ、本当に性能は、天と地ほどの差があります。で、これはもう両方ともね、見に行って、こう実際にこう生地とか触ったけど、もうね、全然違う。もう重さもね、全然違う。まあ当たり前だよね。値段が10倍すんだから、性能がいいのは当たり前なんだけど、本当にね、ワークマンでもまあなんとかなるっていう人もまあいるし、実際着てる人って結構いると思うけど、私が買ったのはもうこの1枚だけで、
もうこのシーズンは乗り切ろうと、この一長羅でずっと生活しようと思ってこの一番いいやつを買いました。まあワンシーズンで終わることはないから、まあこれからね、少なくともまあ何年もいるんで、その間はこれを着ようというふうに思ってます。あ、ちなみに一応言っとくと、ワークマンはすごいいいあのものあるとこだし、私自身も結構お世話になってるけど、正直ダウンジャケットに関してはその防寒と、撥水、そして発汗というか内側からなんていうか水を出す、蒸れないようにするそういった機能と、あと重さ全部見て、うん、やっぱノースだなって思って私はノースフェイスにしました。これは今のところ本当に間違ってなかった選択だと私は思ってます。まあだから安くしようと思ったら安くできます。で次、これまたあのグレーアウトしてあるけど、防水の作業服、これはね雪かきの作業をするために上下の服がね多分必要になる。そのまあ一応この買ったダウンジャケット着てもいいんだけど、まあまあどっちかっていうとその本当のアウターとかで外に着ていくやつだから、あの家の前でねあえてこれ着て作業する必要なくて、多少汚れたりとか汗かくから、あのまあジャージみたいなものかな、防水の作業服、ジャージ、あの一応撥水機能のあるジャージっていっぱいあるから、それ5000円で、これ買ってないのは、もともと持ってた。これはスポーツウェア持ってたんで、スポーツウェアであの代用してるから買ってないけど、まあ多分必要だろうね。あの、洗濯。まあなくてもいいと思う、別に。撥水性の服なくても、まああったかいみたいな格好でも、まあいけなかねえけど、多分撥水のジャージがないと、ちょっとめんどくさいかなっていうところで、B としました。次、長靴。長靴は2000円。で、長靴に関しても、こっちね、結構ね、そのスーパーとか、俺知らなかったんだけど、イオンとかね、いろんなスーパーとか行くと、長靴である人たくさんいます。で、なんで長靴かっていうと、長靴の中でも、防寒の長靴は、まあ、あったかいし、簡単に履けるし、意外と動きやすい。そして、絶対に水が入ってこない。こういったメリットがあって、だから、まあ、この長靴買っとけば、その、家の前の雪かきとかっていうのは、大体ね、私もね、長靴履いてやってます。機能的には全然問題ない。からこれ使ってて、でこれ買わなかった理由は、もうすでに持ってた。これは一回農業体験というか、農地に、ね、行くことが私仕事柄あったんで、そこでね最初から防寒の長靴を買ってあったんで、なんでまあ追加で購入することはありませんでした。ということで、B。 まあだからその雪靴で A ってしてるけど、まあなんだろう、そのシャレっ気も全く何もない長靴みたいなのだけで、もうすべての場所に行く。まあ、仕事も、プライベートもってのは多分難しいと思うんだけど、まあ、もしそれができるんだったら雪靴の、なんだろう、この必要度を B に落とす方はできるんだけど、結構きついんじゃないかな。多分なんだかんだ外に少し洒落込んでいかなきゃいけない時ってあると思うから、まあ、そういった意味で雪靴を A、長靴を B という風にしました。まあ、ある意味、逆の場合、逆の方が正しいかもしれないけど、まあまあ、あ、逆の方が正しいかな。まあいいや。まあ、そういう感じです。なんで、どっちもおそらく必要。どっちもあると便利かな。次。厚手の靴下2足。これはね、やっぱり多少そのあったかい靴、防水買ってもやっぱ寒い。足が寒いんだわ。で、あったかい靴下履いたら全然変わります。で、これもすぐ違いがわかるぐらい変わったんで、これは、まあ、なくてもいい。その夏用のくるぶしソックスみたいなのだと、正直答えるんだけど、でもちゃんとふくらはぎぐらいまである、あったかソックスみたいなやつ履くと全然違う。なんで、これも、まあ、なくてもいい。まあ、別に寒いけどなんとかなるっていう人も多分いるだろうし、まあ、くるぶしソックスみたいな、ああいうのになんか乗り切ってる人もいるのかもしれないけど、まあ、現実的に考えてあった方がいいやろうな。ということで、B、1500円としました。で、手袋。これ俺 A にしようかどうか迷ったんだけど、その車の上に乗ってるね、雪とかを下ろしたり、外での雪かき作業で、まあ必須だと思う。けど、まあ、なんていうか、頑丈に体ができてる人だったらなくてもいいかなということで、一応 B にしたけど、これほぼ必須だと思う。めちゃくちゃ寒い中で、雪かきとか、その、車の雪下ろしってやるのはかなりストレスだし、まあなんなら多分、風邪ひく可能性十分あると思うんで、まあこれ A にしようか B にしようか迷ったんだけど、でも多分中にはやってない、ほんと手袋なしでやってる人もいるだろうなっていうふうに思って、一応 B にしました。まあ例えばスタッドレスタイヤほどの、スタッドレスはほんと 100% 絶対履いてるんで、まあそういう 100% っていうものとちょっと区別するために一応 B にしてあるけど、個人的には限りなく A に近い B です。手袋。手袋ないと多分辛い。で、これ1000円。これ1000円手袋にしたら高いなって思うかもしれないけど、これ買ったのももちろん防水撥水タイプのやつ。ネオプレンだったかな、これワークまで買ったんだけど、完全な撥水で絶対水入ってこないみたいな。で、手首もちゃんとこの辺まであるみたいな。そういう、これ割と、ちゃんと作業で使えるやつを買いました。なんで、1000円。ちょっと高いけど、こんな感じ。
で、このまあ衣服にかかった金額は54,500円。まあそうだろうね、これ多分アウターで買ったダウンジャケットだね。ダウンジャケットと靴はまあ安くしようと思ったらもっと安くできるから、まあここは合わせてまあ2万とか下げることはできなくはないけど、多分まあ暮らしの質等を考えたら最初にドカッと出した方が個人的にはいいかなと思います。これぐらいのやつ買っといたらとりあえず絶対に失敗しないというのが私の1年目の感想。そして、いよいよ合計、まあ、全て衣服、まあ、まあ生活、車、衣服、この全てを合わせた合計、これ私が使った実質金額ベースで、15万400円、初年度ね、初年度にかかった費用は15万400円でした。うん、まあやっぱり雪国の1年目としてまあまあかかったね。まあ大体まあ想像の通りではあったけど、うんうん、やっぱ結構かかってるわ、1年目にかかったので。この中でもう絶対に必要、本当にないと絶対に暮らせないもののみ、その A だけで合計すると10万。これに関しては、まあ、値段の変動があるものは A の中で変動があるのはスタッドレスタイヤぐらいで、スタッドレスも安くしても多分ね、まあ1万安くできるぐらいだと思うから、まあだから10万弱、そうだな、安くしても10万弱ぐらいは、まあ暖房費、などなどでかかるんじゃないかな。また雪靴安いやつにしたとしても、まあそうだな、8万とかがいいとこじゃないかな。最低でも多分一番切り詰めてもそれぐらいはかかると、私は思います。で、ちょっと固定費用と年間費用で分解すると、最初の一発目で、この一冬目なの、私一冬目なんで、一冬目でかかるって金額だと、11万400円。まあそうだね、最初に一発目かかるのこれぐらいだよね。で、これはスタッドレスタイヤを分割しようとするとまあできるんだけど、一応まあ一発の費用というふうにして、スタッドレスは入れました。まあというのは、まあスタッドレスタイヤも、まあ他のいろんな、なんていうか衣服も、備品も含めて、まあ耐用年数って結構ね、人によって変わると思うんで、まあこれに関しては、まあ絶対に何年で終わるというものではないんで、とりあえず固定として、換算をしています。で、それで11万円。で、年間費用。で、これは主になんつうか、いわゆる、燃料費とか生活にどうしてもかかる固定費用、まあある意味固定費用だよね。まあ暖房代とか電気代、あとはガソリン代。このあたりの合算として入ってるのが4万円。だから毎年だから少なくともプラスで4万ずつはかかるんだろうね。で、さらにそこに今スタッドレスタイヤの買い替えとか他にここに入れてあるやつの、まあなんていうか新調とかもあるから、どうだろうな、1年で鳴らしたら、まあ、5万、6万弱ぐらいになるんじゃないかな。多分1年でこう全体的でこうもっとグッと全てのやつ耐用年数ちゃんと計算するの大変だからしないけど、まあ、ざっと鳴らして多分ね、年間で6万はかかるんじゃないかな。多分そんなイメージです。まあ、今回は、ね、1年目だったから固定費用だけで11万かかってるけど、まあ、これ鳴らしてって見ると多分年間で毎年6万ずつ、出てくかな、というようなところです。以上、どうかな。まあ、結構ね、まあ、これで、ね、多分大体全部含まれてるかな。ちょっとま、もしかしたらなんか忘れてるのがあったりするかもしれないけど、今のところね、自分がこの雪国の生活1年目、青森県、まあまあ雪降るエリア、にて、計算しました。まあ、これからね、雪国生活、私と同じようにね、ゼロから始める雪国生活の人、いや、もしくは、どうだろうな、もうすでに住んでる人は大体、まあ、同じような印象ですとか、いや、なん か高すぎますよとか、これは、これないんですかみたいなのとかがあったらね、ぜひね、コメントで、教えてください。以上、じゃあ今日はこんなところで、冬の北国、必要経費総まとめでした。それでは皆さん元気で。